シリウス、シリウス、シリウスは、オイヌ座で最も明るい恒星で、全点21の一等星の一つで、太陽を除けば、地球上から見える、最も明るい恒星である。四等級はマイナス1.246等で、シリウスに次いで、明るいカノープスのほぼ2倍の明るさである。バイエルフ号における名称は、オイヌ座アルファー星である。オリオン座のベテルギウス、コイヌ座のプロキオンともに、 冬の大三角を形成している。冬のダイヤモンドを形成する構成の一つでもある。肉眼では一つの構成に見えるが、実際には、シリウス A と呼ばれる A が多種系列性と、シリウス B と呼ばれる白色外星からなる連星である。シリウス B のシリウス A からの距離は8.2、天文単位から 31.5au の間で変化する。シリウスは近距離にある上、 自身の高度も大きいため、肉眼でも明るく見える。ヒッパルコス衛星の観測によって得られた年収視差の値に基づくと、地球との距離は約8.6光年、約2.6パーセックとなる。その距離から地球に近い恒星の一つである。シリウスは太陽系に接近しているので、今後6万年の間にわずかに明るさが増す。それ以降は、 太陽系から離れていき、明るさは暗くなっていくが、少なくとも、今後21万年間は、全天で最も明るい恒星であり続けるとされている。主星のシリウス A は、太陽の約2倍の質量を持ち、絶対等級は1.42等である。高度は、太陽の約25倍にもなるが、カノープスやリゲルなどと比べると小さい。年齢は2億年から3億年ほどと推定されている。 かつてシリウスは明るい二つの構成からなる連星系だったが、より質量が大きいシリウス B が先に寿命を迎え、1億2000万年前には赤色巨星になった。シリウス B は、その後、外装を失い、現在の白色 Y 星になったとされている。シリウスはまた、大犬座にあることから、ドックスターとも呼ばれている。なお、古代エジプトでは、 ナイル川の氾濫時期を知らせてくれる星として非常に重要な働きをしていたエジプト神はナイル川及びソプデトも参照。また南半球のポリネシア人は太平洋上の航海において冬の到来を示す重要な役目を果たした。古代エジプトではシリウスは法上の女神ソプデトとして知られていた。シリウスは最も初期の天文記録にも記録されている。 エジプト中央国時代、エジプト人は、シリウスのヒラヤカルライジングを元にを作り上げた。シリウスがヒラヤカルライジングを起こす、約70日後に、下手とナイル川の反乱が起きるため、とても重視されていた。エジプトのアレクサンドリアにいたクラウディオス・プトレマイオスは、著書アルマゲストの七巻と八巻に製氷を記している。プトレマイオスは、地球の中心四後線の場所として、 シリウスを使用し、しかし、奇妙なことに、プトレマイオスは青白く輝くシリウスを赤く輝く6つの構成の一つとしている、以下の色に関する論争を参照。他の5つの構成は、アークトゥルスやベテルギウスのようなスペクトル型が M 型から K 型の赤色巨星を指している。1718年、エドモンド・ハレーは、当時の天文測量と、 トレミーのアルマゲストを比較した。結果、それまで存在が提唱されていた固有運動を発見することに成功した。比較的明るいアルデバラン、アークトゥルス、シリウスは大きく動いたと言われており、約1800年で満月とほぼ同じ大きさに当たる、約30分、0.5度の角度移動するとされている。1868年、シリウスは視線速度が計測される。 最初の構成となった。ウィリアム・ハギンズはシリウスのスペクトル型を調べ赤型変異が起きているかを調べた。結果、ハギンズはシリウスが約秒速4 0トルで太陽系から遠ざかっていると結論付けた。しかし、現在の観測値である秒速5 5トルとは大きく異なるため、ハギンズが導き出した値は誤りであるとされている。 視線速度の値がマイナスである場合、これは天体が太陽系に接近していることを指している。1698年にクリスティアン・ホイヘンスは著書コスモシーロースにてシリウスとの距離を 27,664AU と推定した。シリウスの年収指差は1839年にトーマス・ヘンダーソンによる1832年から1833年に かけての観測と、トーマス・マックリアラによる1836年から1837年にかけての観測によって計測された。それによって得られた年収しさは0.23秒角であった。しかし、シリウスの年収しさの計測はそれ以前にも行われていた。例えば、ジョバンニカ・シーニの観測、6秒、希望ミネで観測を行ったニコラルイドラ・カユの、 観測結果、4秒を使えたネビル・マスケリンを含む、何人かの天文学者たちの観測、ジュゼッペ・ピアッツィの観測、同程度を、フリードリ・ヒビルヘルム・ベッセルの観測、はっきりとした結果は得られずなどある。1844年に、ドイツの天文学者、フリードリ・ヒビルヘルム・ベッセルが、シリウスの軌道の揺らぎを観測し、万星の存在を示唆した。後に、 シリウス B と呼ばれるその万星の姿は、1862年1月31日に、アメリカの望遠鏡製作者アルバン、グラハム・クラークによって、初めて観測された。これは、ディアボーン天文台にある、当時アメリカ最大の口径18.5インチの、屈折望遠鏡、アパーチャ望遠鏡のテスト観測中にもたらされた。同年3月8日には、小型望遠鏡での観測にも成功した。 1894年以来、シリウス系の見かけ上の軌道が不規則に揺れ動いている様子が観測されており、第三の天体が存在する可能性が示唆されてきたが、いまだに確証が得られていない。観測からデータに最も合致するパターンは、シリウス A を約6年で公転している質量が太陽質量の0.06倍の天体が存在する場合である。 この天体が実在するとすると、四等級はシリウス B の5倍から10倍暗くなり、観測は極めて困難と考えられている。2008年に行われた観測では、3番目の恒星や惑星の存在を確認することはできなかった。1920年代に観測された大三の星は、現在では背景にあった無関係の恒星だったとされている。 1915年、アメリカのウォルター・シドニー・アダムズはウィルソン山、天文台でシリウス B のスペクトルを測定し、1万度近い高温の天体にもかかわらず暗いことから表面積の小さい矮星と判明した。よって天文学者はシリウス B が白色矮星であると結論付け、シリウス B は2番目に発見された白色矮星となった。 シリウス A の直径は1959年にロバート・ハンブリー・ブラウンとリチャードック、ツイスによってジョドレル・バンク天文台の強度干渉計を使い初めて測定された。一方、シリウス B は2005年にハップル宇宙望遠鏡を使って測定された。その結果、直径は約1万2 0 0 0トルで地球の98%であるとされた。 西暦150年頃の古代ローマの天文学者、トレミーは、戦術の通り、著書アルマゲストにおいて、シリウスを、ベテルギウス、アンタレス、アルデバラン、アークトゥルス、ポルックスと共に、赤く輝く構成と表現している。しかし、実際のシリウスは青白く発光している。この不一致は、イギリスのラトランドにある、リンドン村のアマチュア天文家トーマス・バーカーによって、最初に指摘され、 1760年、ロンドンにある王立協会で行われた会議で発表された。1839年、ジョン・ハーシェルは2年前に見た、流骨剤多性の影響をおそらく受けて、改めてシリウスの色について指摘した。1892年、トーマス・シーはこれに関するいくつかの論文を出版し、1926年に最終的な用紙が発表され、 赤いシリウスに関する議論が再び行われるようになった。なお C はトレミーだけでなく詩人アラトスや雄弁家キケロ、将軍、ゲルマニクスの文章も引用しているが、彼ら3人は天文学者ではなく、キケロとゲルマニクスはアラトスの著書、現象を翻訳、引用しているに過ぎない。ローマ帝国の政治家、ルキウス・アンナエウス・セネカもシリウスは火星よりも赤いと、 記述している。しかし、すべての古代の記述において、シリウスが赤いとされているわけではない。1世紀の詩人マルクスマニリウスは、4世紀のエイビンスと同様にシリウスを海の青と表現している。また古代中国では、紀元前2世紀から7世紀までの複数の記録すべてにおいて、シリウスの色が白と表現されている。1985年。 ドイツの天文学者シュロッサーとベルクマンは8世紀のイタリア・ロンバルディア州の写本を出版した。内容はトゥールのグレゴリウスが書いたドカー数ス,ステラームレイションである。このラテン語で記された文章には構成の位置から夜間に参拝を行う時間を求める手法などが記されている。そしてここでもシリウスは赤いと表現されている。出版した二人は 万世のシリウス B が赤色巨星であったため、シリウスが赤く見えたのではという仮説を唱えた。シリウス B が赤色巨星だったとすれば赤く見える可能性もあるが、わずか数千年でシリウス B が白色矮星になることは恒星の進化を考えてもあり得ず、他の天文学者からは否定されている。また、この赤い恒星はアークトゥルスを指しているという反論も出されいる。 また、過去数千年間に赤色巨星化したシリウス B からガスが放出された兆候を示す観測結果は得られておらず構成形にそのような変化はなかったとされている別の説としてまだ発見されていない第三の天体によって赤く見えたのではという説も提唱されている他にも実際にシリウスが赤いというわけではなく単なる比喩表現で あるという説もある。また、シリウスが地平線の近くにあると、レイリー散乱と呼ばれる大気の影響で、色が赤、白、青と変化する場合がある。見かけの指等級はマイナス1.246等。戦術の通り、太陽以外の恒星では、全天で一番明るい恒星で、二番目に明るい、カノープスのほぼ二倍の明るさである。しかし、月や金星、木星ほど、 明るくなく、時によっては、水星と火星もシリウスよりも明るくなる。シリウスは地球のほぼ全球で見ることができるが、北緯73度以北の地域では観測することはできない。北半球高緯度の都市では、シリウスは地平線のすぐ近くにしか見えない。例えば、ロシアのサンクトペテルブルクでは、地平線の上、わずか13度までしか登らない。シリウスは、 北半球から見ると、ベテルギウスとプロキオンと共に、冬の大三角を成している。シリウスの赤位が約、約マイナス17度のため、南位73度以南の地域では、終極性になる。地球の再差運動のため、シリウスはさらに南に移動していくとされている。西暦9000年には、ヨーロッパの広範囲で観測することはできなくなり、西暦14000年には、 赤位はマイナス67度になり、南アフリカとオーストラリアのほとんどの地域で終局性となる。シリウスは条件が揃えば昼間でも観測することができるが、そのためには空がとても澄んでいないといけない。太陽の高度が低くなるように高地での観測が望まれる。また、シリウスの赤位がマイナスのため、南半球の方が観測しやすい。 シリウス系の二つの構成は地球から見ると3秒角から11秒角離れて見える。この二つの構成を分離して観測するにはとても澄んだ夜空で少なくとも合計12インチの望遠鏡を用意するようがある。1994年にシリウス B は近天を通過した。その後シリウス B はシリウス A から離れており分離がしやすくなっている。 シリウスとの距離は約8.6光年で、これは太陽を除けば5番目に近い恒星である。高度は太陽の25倍で、リゲルやベテルギウス、カノープスなどの長距離と比較するととても暗い。しかし、地球に最も近い恒星ケンタウルスザアルファー星の約2倍しか離れていないため、肉眼ではそれらの恒星よりも明るく見える。シリウスに 最も近い恒星はプロキオンで5.24光年1.61パーセック離れている。1977年に木星から海洋星までを探査したロイジャー2号は約29万6000年後にシリウスから4.3光年以内の領域を通過するとされている。シリウスは太陽系では太陽天皇星間の距離に値する約20英雄離れた 50.1年で、好転している晩星を持つ連星である。主星のシリウス A は、太陽よりも大きい A 型主系列星で、推定される表面温度は 9940K である。晩星のシリウス B は、主系列星の段階を終えた白色矮星となっている。現在のシリウス B は、可視光領域では、太陽の1万分の1の高度しかないが、かつては、 シリウス A よりも質量が大きかった。シリウス成形の年齢は約2億3000万人で、シリウス B が主系列性だった頃は約9.1年で後天し合う2つの青白色の構成からなる連成形だったと考えられいる。赤外線天文衛星 IRAS によって、シリウスの周辺にゴミなどが存在していることを示す赤外超過が観測された。連成系内において、 赤外超過が観測される事例は、珍しいと考えられている。X 線天文衛星チャンドラが撮影した画像では、より表面温度が高く、大量の X 線を放出している番星、シリウス B の方が明るく見える。2015年、ビーガンダの研究チームによって、超大型望遠鏡 VLT を使って、シリウス A から 0.5AU 内の距離に、木星質量の11倍以上、 1>, 1から 2au の距離に木星質量の6から7倍以上、10au 内の距離に木星質量の4倍以上の天体は存在しないことが判明した。主星のシリウス A は太陽の約2倍の質量を持つ。半径は天体干渉計によって測定され、その結果、各直径は5.936プラスマイナス0.016ミリ秒と測定された。速度は 秒速 16km と比較的遅く、形状はほぼ球形である。これは大きさが似通ったベガとは対照的で、ベガは秒速 274km という高速で自転しており、遠心力によって赤道が膨れた回転楕円体となっている。シリウス A の表面では弱い磁場が検出されている。シリウス A は誕生から約10億年後に核融合反応に 不可欠な中心部にある水素をすべて使い切ってしまうと考えられている。この時点でシリウス A は赤色巨星となり、そしてその後白色矮星へ進化するとされている。シリウス A のスペクトルに鉄などの重元もとその吸収線が強く見られることからシリウス A はアム星に分類されている。水素と鉄の質量比で表されるシリウス A の金属量は フォーミュラ1で、これは、金属量が、太陽の10倍、すなわち、太陽の大気と比べて316%の鉄があることを示している。構成表面の金属量が高いことは、構成全体が同じく層であることを示すわけではない。鉄や茂元素は、構成中心からの放射圧によって表面へと浮揚されたものである。番星、シリウス B の質量は、 太陽とほぼ同じ、太陽質量の0.98倍で、比較的大きな白色矮星の一つだが、大きさは地球とほぼ同じである。現在の表面温度は 25,200K。しかし、内部に核融合反応のような熱源を持たないため、今後20億年以上かけてゆっくりと冷えていくと、されている。白色矮星は、恒星が寿命を迎えた後に残される天体であり、 シリウス B は約1億2000万年前に寿命を迎えたと考えられている。主系列星だった頃は太陽の約5倍の質量を持つ B 型主系列星、スペクトル型 B4B5 程度であったと推測されている。シリウス B が赤色巨星だった時、現在のシリウス A に豊富な金属をもたらしたかもしれない。シリウス B は ヘリウムの各融合反応で生成された炭素と酸素の化合物で構成されている。表面の重力が強いため、周囲の物質は質量によって分布している領域が異なる。したがって、最も軽い元素である水素のほとんどはシリウス B の外装を形成している。実際にシリウス B のスペクトルからは、水素以外の物質の吸収線は見られない。シリウスが、 星団の一員であるという説は1909年にアイナー・ヘルツ・シュプルングによって初めて提唱された。ヘルツ・シュプルングは電球上でのシリウス成形の固有運動の観測からシリウスがオーグマザ運動星団の一員であるとした。オーグマザ運動星団は固有運動を同じくする220の構成からなり、かつては三回星団であったが、現在は 互いの重力に束縛されていないグループある。しかしながら2003年と2005年にかけての研究ではシリウスがこの集団の一員である可能性は疑問視されている。オーグマザ運動生団は5プラスマイナス1億最程度と見積もられているがシリウスはこの半分程度の年齢でしかなくこの集団の一員としては若すぎるためである。これとは別にオリンエッケンによって ギョシャザベータ星、カンムリザアルファー星、コップザベータ星、エリダヌスザベータ星、ヘビザベータ星からなるシリウススパークラスターの一員であるという説が提唱されている。この星団は太陽系から500光年以内に位置する3つの大きな星団のうちの1つである。他の2つはヒアデス星団とフレアデス星団でいずれも数百の構成により構成されている。 バイエルフ号における名称は、アルファーカニスメイジェウリス、略称は、アルファークマ、シリウスは、ギリシャ語で、焼き焦がすもの、光り輝くものを意味する、セイリオス、シグマイプシロンロイオタ、セイリオスに由来するが、ギリシャ語自体が、古代以前に、他の場所から伝来した可能性がある。古代エジプトの神オシリスとの関連も示唆されている。 シリウスの名称は、紀元前7世紀頃の詩人兵士ドスの仕事と比にて、初めて記録されている。2016年、国際天文学連合は、後世の固有名に関するワーキンググループを組織した。2016年6月30日にワーキンググループは、シリウスを、オインザ・アルファ星 A への固有名として公式に、承認した。和名は、大星や応星。 英語では別名ドッグスター、中国語では天狼、星と呼ばれる。シリウスには知られているだけで50以上の名称がある。ジェフリー・チョーサーのエッセイにシリウスは猟犬の頭とされ、アルエドーと記載されている。この名前は西欧のアストロラーベによく使用されている。サンスクリット語ではマガベヤダ、シカノカリウド、またはラブダカ、カリウドと呼ばれた。 マガベーヤダは、ルドラあるいはシバを表しているとしている。マラヤーラム語では、マッカーヨヨテと呼ばれた。明るい恒星は、太平洋の多くの島や、干渉間を移動する古代ポリネシア人にとっては、とても重要な存在だった。古代ポリネシア人は、地平線の近くにある、高度が低い恒星を、目的地への航路を決める、コンパス代わりにしていた。また、 そのような構成は目印としても役立たれた。シリウスの場合、赤位は約マイナス17度であり、これはフィジーの井戸とほぼ同じである。したがって、シリウスは毎晩、塔の上を通過していく。シリウスは大きな鳥を意味するマヌと呼ばれる星座の体を構成している。ちなみに、プロキオンは北側の翼端、カノープスは南側の翼端をなしており、 ポリネシアの夜空を二つの半球に分けている。古代ギリシアで朝空のシリウスが夏の到来を示すように、ニュージーランドの先住民族マオリはシリウスを冬を意味するタクルアと呼んで、冬の到来を告げる構成とした。ハワイではシリウスは天国の女王カウルアとされ、当時の日に祝いの対象とされた。他のポリネシア人の間でも、 シリウスはいくつかの名称で呼ばれてきた。マルキーズ諸島では、タウア、ニュージーランドでは、リフア、タヒチ島では、タウルア・エフェユ・パパ、あるいはタウルア・イヒチアイテ・タラテ・フェイイ、と呼ばれた。ハワイでは、シリウスには、多数の呼び方があり、エえエ、ホク・カウオ・パエ、カウア・ノメハ、コリノマトモ、ヒキコリア、または、ヒキコリア、ヒキカウロ・ノメハ、コールア、コールア・イハイ・モハイトモ、 ヒキコリア、ホクフーケルワー、コールア、レナなどがある。ソシエテ諸島では、タウルア・エフェユー・パパ、タウルア・ニュイタ・アモ・アハ、タウルア・イー・ヒチ・アイタ・ラテ・フェイイと呼ばれていた。シリウスの名称として、他にも、パローロ・ムア、ミア、アプラ、タクーア、マルギース諸島、トキバ、プカプカ島がある。ドゥアモツ諸島でも、シリウスに、複数の名称があり、タクルア、テウプープ、テカハ。 ールオーストラリア・ビィクトリア州北西部に居住している先住民族ボロン族はシリウスをウォーレプルと呼んだ。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。